俺三十。今日はよ、頑張れイマジンズっていうガシャポンがあったから買ってきたぜ。ああ、なんでフルコンプセットだって？おめえ俺のこと知らねえのか。俺は最初から最後までクライマックスなんだよ。だからフルコンプセット買ったんだよ。じゃあ開けるぜ。ラインナップはこれだ。モモタロスイマジン、ウラタロスイマジン、キンタロスイマジン、リュウタロスイマジン、デネブイマジン、この5種類だ。一つずつ包装されてるじゃねえか。めんどくせえ。せーのでいくぞ。せーの、はい。一気にできただろ。これがモモタロスイマジンだ。何か引っ張ってるような仕草をしてるな。どうやらこういう風に持たせるみたいだな。そしてこれがキンタロスイマジンだ。お前は何をやってるんだよ、このクマコ。こうやって使うのか。よくわかんねえよ、クマコ。そしてこれがウラタロスイマジンだな。お前、僕に釣られてみる。お前は一体どうやって使うんだよ、このカメコ。僕にもわかんない。次にこれがリュウタロスイマジンだな。ただ寝っ転がってるだけか、これは。おい、お前何やってんだよ。俺、お前のことなんて呼んでたっけ。忘れちまったな。なんて呼んでたっけ。そして最後はこれ、デネブイマジンだな。デネブイマジンもケーブルをこんな風に持つみたいだが、太いケーブルは持てねえぜ。おい、おデブ、おめえもしっかりケーブル持てよ。ということで今回はガンバリイマジンズのフルコンプセットを買ってみたぜ。クオリティはまあまあだが、こいつらいまいち使えねえな。俺はよ、てっきりヒーローワールド限定のガシャポンだと思ってフルコンプセット買ったんだよ。ところがよ、近くの洋館にも普通に売ってるわ。仮面ライダー電王を知らないやつはあんまり興味ないかもな。ということで今回は以上だ。あばよー。